おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして本日はある魚をピックアップしていこうかと思っております。その魚の特徴を何点かヒントとしてお出ししますので、その魚が何なのか分かったところで、心のボタンをピンポンと押して越後侍ばりにドヤ顔でお答えいただければ、心の中でねお答えいただければと思います。ではヒント1つ目、学名はボエキリアレティキュラータ。いや、さすがにわかんないですね。ちょっと言い間違いそうですけどね。ボエキリア・レディ・キュラータ。2つ目、性転換する。性転換する魚もね、いろいろいるんですけれども、性転換する魚でございます。3つ目、卵ではなく、魚の形、そのままで生まれるメダカでございます。これは有名かもしれませんね。で、4つ目、愛好家が多く品種改良が活発で大変綺麗な品種が数多く出回っております。この辺でね、もう分かってきた方は多いのではないでしょうか。さらに5つ目、名前の由来は植物学者レクメア・グッピーさんということで、もう分かりましたね。はい、最後はもう出てるようなものなんですけれども、答えはグッピーでございます。そのグッピー、熱帯魚飼育はグッピーに始まりグッピーに終わるとも言われているぐらいね、ポピュラーなものでございまして、私の愛読書、これね、昭和31年発行の原色熱帯魚図鑑で、すでに、もうだからかなり昔に、すでに熱帯魚の手始めに誰しもが一度は手がける魚で、熱帯魚の中、最もポピュラーな魚である。65年前のアクアリストには、すでにね、ポピュラーな魚として浸透しているっていうのはすごいっすよね。なので、この動画を最後まで見ていただければグッピーの魅力や雑学が身について、現在グッピーを飼育されている方はますます好きになり、まだ飼育未経験の方はアクアショップに駆け込むこと間違いない。そんな感じの、誘惑に勝てないなっていうふうに思われる方は、ここでね、動画をストップしていただいても構いませんので、はい、いいですか。では進みたいと思います。それではグッピーについて話していこうかなっていうふうに思っております。まず名前の由来、ヒント5で話したイギリスの植物学者レクメア・グッピーさんが、南米北部のトリニダード・トバコ共和国で植物採集に行ったところ、この地方の川や沼にいた、活発に動き回る小さい鮮やかな魚、グッピーを発見しちゃったんですね。でそれをイギリスに持ち帰り、デュナルディヌス・グッピーと命名したのが由来とされています。自分の名前つけちゃったって感じなんですね。ただ実はね、この2年ほど前の1848年頃にスペインのド・フィリボ氏がレビステス・ポエキュロイデスと命名していたり、他にもドイツの学者ヘル・ベテルズ氏がベネズエラで発見したグッピーにポエキリア・レティキュラータと名付けたり、当初ね、グッピーはこうした3つの異なる学名、めっちゃ言いにくい学名をね持っていたんですね。それぞれで名前決めちゃって3つもあったことはやばいみたいな、口論になったとかならないとか、知らないんですけれども、1913年にイギリスのリーガンによって3つの名前はレビステス・レティキュラータに統一された。ただね、この後レビステス族がオスの生殖器のね、器官の構造か何かでレビステス族がポエキリア族に編入したと、 なんかその生殖器官なんかあったんでしょうね。それで、ポエキリア、レティキュラータと改めて
今現在はポエキリア、レティキュラータがグッピーです。ただね、一般にはそんなこと言っても分かんないでしょ。なので馴染みのあるグッピーという名称が幅広く世界で使用されているというのが、まあこれも面白いですよね。ポエキリアレティキュラータじゃ言いにくかったのかな、言いにくいですね。やっぱグッピーの方が可愛くてね、分かりやすかったから広まったのかもしれません。ちなみに日本にグッピーがやってきたのはいつだったと思います？一説には1920年大正9年頃と言われていて、その10年後の1930年には日本橋の三越や銀座の千引屋にグッピーが陳列し泳いでいた。ただこの頃大変珍しく高級魚で一般市民が買える代物ではなかったそうでございます。そこからさらに時が経ち、先ほどね私が持ってる図鑑に記載されていた65年前にはすでに最もポピュラーな熱帯魚としての地位を確立していたと、まあそういうわけでございます。すごいですね、歴史がすげえ。65年前にはね、みんな飼ってたんだね、ということで、簡単ではございますけれどもグッピーの歴史とかね、名前について、ご紹介させていただきました。次はグッピーの特徴。先ほど言ったように最もポピュラーな魚なのでアクアリストならね、まあ知っているよと思うかもしれませんけれども、改めてねかなり面白い特徴や生態の魚なので、説明させていただきますと、まずはオスメス、まあ、こちらね特徴が大きく違っておりまして、まずメスはオスよりも結構大きい、ただね地味で、逆にオスは尾びれが大変美しく、まあ、様々な形に品種改良されています。でこの形どんな形ね、いっぱいあるんですけどどんな形になってるかって言いますと、はいこんな感じ、すごいっしょ。なんかもうね形がすげえ、まあ一般的になんかヒラヒラねしているスカートみたいなね感じだけじゃなくて、とんがっているものから丸い身を帯びているものとかね、さまざまな形が品種改良されているんですね。そしてグッピーの特徴といえば胎生メダカということで、メスの体内で卵からねかえって稚魚のまま生み出されるという、ことでございます。これね私が知ったのは中学生の時で、かなり衝撃を受けました。大きいお腹のメスからね稚魚がポコポコ生まれているのを目の当たりにした時はね、めちゃくちゃ嬉しくって、かなりの衝撃だったのを覚えてます今でも、中学時代の私でも簡単に増やすことができたというのも初心者向けというお魚になるかと思いますし、先ほどの品種改良のしやすさにもつながっているということになっております。その他の特徴として性転換、これはねグッピーだけではないんですけれども、ホルモンの変化で卵巣が精巣に変化する、メスからオスになるそうでございます。で生き残るための手段として、まあ、性別変えるというようなね進化をしていったということなんだと思うんですけれども、太古の昔より生き残った術、まあ、そういったのがね発達してきたって思うと少しねロマンを感じるところでございます。ということでいかがでしたでしょうか。グッピー、私もね一番初め、まあ、熱帯魚に触れ始めた頃に購入して、水槽にいっぱいね増やした経験もあるんですけれども、またね複数飼育するのもいいんですけれども、綺麗なオスをね数匹水草水槽でひらひらとね泳がせるっていうのもね粋なグッピーの飼育かなと思いますので、まあたくさんね増やすっていうのと一匹一匹を大事に飼育するっていうね、様々な楽しみ方があるかと思いますので、はい、よかったら飼育ねご検討されてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではアクアリウムに関する情報を配信しておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また不定期にはなっていますけれども、サブチャンネルのおてこ酒場というのもねやっておりますので、こちら私、の奥さんのもじゃさんがね、バーチャル YouTuber となってやっておりますので、こちらもチェックしてみてくださいね。ということで、
お送りしましたのは私朝日でございました。ジャッ